丈夫。兄ちゃん、大丈夫だよ。まだ体がビリビリしてうまく動かせないけど。雷帝の槍、倉庫の隅で埃かぶってるガラクタだと思ってたけど、これほど厄介な代物だとは。ステークス製の魔導アームスと違って、古の魔法道具は僕のコントロール下には置けない。あの槍を持ち出してくるなんて盲点だったよ。さらに自分たちの魔力を直接槍に充填して威力を上げてくるなんて。これだからゴリ押し脳筋プレイヤーは嫌いなんだ。向こうがゴリ押しプレイをするならこっちもパワーで押し切ろう。大丈夫、このボディは超パワータイプだ。それに僕、兄ちゃんと一緒なら負ける気がしないよ。タルタロスの出口までもうすぐだ。頑張れる。もちろんさ、友達もみんなまだまだやれるって。お里、もうすぐお里、やっと嬉しい嬉しい。行こう、オルト。うん、兄ちゃん。雷帝の槍、80% 充電が完了しました。今使える魔導エネルギーを全て集中させ充電に当てたが、 100% には至らなかったか。80% あれば十分よ。ありがとう。ここは戦いの場になる。ステュークスの皆さんは安全な場所へ。わかった、どうか無事で。私たちのすべきことをおさらいしましょう。まずファントム化したオルトからイデアを引き剥がし、オーバーブロッド状態を解く。次にオルトに取り込まれているグリムを救出。そしてオルトと融合し、冥府から抜け出したファントムたちを再び冥府へ送り返す。最後にケルベロスシステムを復旧し、タルタロスと冥府を再び封印する。大丈夫、僕たちはオーバーブロッドしたビルさんを正気に戻して VDC で踊り切ることだってできた。今度だって絶対やれる。小ジャガのくせに言うじゃない。それでこそさ、ムシューヒメリンゴ。さあ、私たちの準備は整った。管制室の皆さん、ケルベロス復旧の目処は立ったのかい？状況は芳しくない。タルタロスと冥府を制御しているケルベロスシステムは、本来は万に至るシュラード家の遺伝子認証によってシャットダウンおよび再起動が行われる。
今回の事態を引き起こしたのはシュラウド家の人間だ。緊急事態発生時のために設定されている制御コードを何度も打ち込んでいるが、オルトに全て書き換えられてしまっていて、外部からのコマンドを受け付けない。手を尽くしてはいるが、しでかしたことの始末は自分でつけてもらうしかないということね。わかった、イデアとオルトのことは私たちに任せてちょうだい。了解した。我々も引き続きできることに全力を尽くす。イデアさん、正気に戻ったらおとなしく従ってくれるかな。従わなくても従わせるわ。ナイトレーブンカレッジ流の方法でね。ナイトレーブンカレッジ流って、入学式の日に言ったことを忘れたの？小さなジャガイモちゃん。ナイトレーブンカレッジでは弱者は強者に従うのがルールよ。負け犬がガタガタ言う資格はない。私たちが勝ったらイデアの意志がどうあれ従ってもらう。弱肉強食、我が校の校風は実にシンプルで美しい。来た。チャリオットは僕が操縦します。先輩たちは攻撃に集中してください。エペル君が操縦を？大丈夫かい？地元じゃ農業運搬車で畑作業を手伝ってたんで、屋根のねえバギーの運転は慣れっこです。さあ、みんな乗って。いいこと、あんたたち。ここが最終防衛ラインよ。私たちの日常を取り戻す。この戦い、負けられないね。グリム君を助けられるのは僕たちしかいない。けっぱろ、監督生。今こそナイトレーブンカレッジで最も古く、最も美しい。我らがポムフィオレの奮霊の魂を見せるとき、行くわよ。兄ちゃん、上を見て。最後はタンクと遠隔アタッカーのパーティーか。立役が2人いるなんてラスボス戦らしい編成だね。君らも相当しつこいね。外まであともうちょい。
最後でつまずくわけにはいかないんだ。なんで僕らの邪魔ばかりするわけ。ヒーロー気取りか、うざったいな。ヒーロー、いいわね。一度くらいキャスティングされてみたい役どころだわ。でもここにはヒーローもヴィランもいない。あんたと私は我を通したいだけの同級生。最後に立っていた方が夢を叶える権利を手にする。さあ全力でぶつかり合いましょう。最後まで舞台に立っているのはこの私よ。僕らは自由を手に。心配するな、すべてうまく。いいチョイスよ。仰せのままに。役に立ってどっておきだよ。見にくいよ。動く。息が鬱陶しいな。わかった。うまくやるんすよ。役に立ってよね。役に立ってよね。動く。はっ。くらえ。任せて。考えたっすね。感謝の。役に立ってよね。それが本当。コンボ決めるよ。なめんな。くらえ。信じるぞ。大丈夫か。とっておきだよ。邪魔者を片付けろ。行くぞ。お仕置きだ。ゴタゴタ動くな。仰せのままに。お気に入りの邪魔者を片付けろ。集中して。お仕置きだ。はい、どうしてやろうかしら。役に立ってよね。痛いのは自業自得。えいっ。魔法は当然の結果ね。あんたと私じゃステージが違う。
オルト君の体が崩れ始めている。チャリオットっと限界まで寄せら。監督生、オルトザトリゴマレダグリムッと引っ張り上げろ。僕が兄ちゃんのヒーローにはなれなかった。いや、オルト、今度こそお前は置いていったりしない。いけない。このままじゃオルトの体ごとイデアとグリムまで冥府に落ちてしまう。行かせない。ビルさん、あんたナスンズ、マサがマスンだ。ビルー、僕の一生は僕が生まれる前から全部決まってた。嘆きの島の番人、それが僕の将来の仕事。シュラード家に生まれた者はブロッドを燃やす呪いを血に宿し、冥府の門を開閉するユニーク魔法を持つ。勉学においても魔法においてもイデア様は本当に優秀でいらっしゃる。特に魔導工学分野に関しては専門家も舌を巻いているとか、まさに天才だな。ええ、ステュークスの未来は安泰ですわね。大人になったら何になりたい？普通の子供なら一度はされるであろう質問。誰か一度くらい僕に聞いてくれてもよくない？遥か彼方の栄光を目指し、流星のように駆け抜けろ。頑張れ兄ちゃん、クロノス軍をぶっ飛ばせ。イエーイ、ハードモードノーダメクリア。さすが兄ちゃん、見たかクロノス軍め。ああ、僕もスターローグのヒーローみたいに外の世界を冒険してみたいな。僕も兄ちゃんと一緒に冒険に行く。それで二人で悪者をやっつけるヒーローになるんだ。ヒーローか。オルトはなれるかもしれないけど、僕は無理かな。どうして？僕、兄ちゃんと一緒がいい。だって、僕は大人になったら家を継がなきゃいけないし。大人になる前か。はい、大人になる前なら冒険の旅に出たっていいでしょ。確かに
家を継ぐ前なら外に出たっていいかも。本部のセキュリティさえ突破できればオケアノスホールから島の外に出るのは簡単。ということは、あとはマドンフィルクにはどうにかできる。行ってみようか、冒険。うん、行きたい。よし、兄ちゃんに任せとけ。ただの好奇心だった。少し冒険してみたかっただけだから考えもしなかった。あんなことが起きるなんて。僕にかかればセキュリティをオフにするなんてちょろいね。こんなに簡単に侵入できちゃって大丈夫？この中初めて入った。オルト、ちゃんと僕についてこいよ。オキアノスホールから外に出るには水陸両用の魔導ビークルが必要だな。ちょっと待ってろ。次は格納庫の管理システムにアクセスして。緊急事態発生。本部のセキュリティシステムが外部よりサイバー攻撃を受けダウン。タルタロス内全収容所のロックが解除。実験棟より被験体 ROS3367A が脱走。カロン班は直ちにタルタロスへ急行せよ。非戦闘員は各自シェルターへ避難を。兄ちゃん、これ何の音？まさかさっき僕がハッキングしてオフにしたセキュリティって。どうしよう、元に戻さなきゃ。兄ちゃん大丈夫、兄ちゃんがついてるからな。違う、兄ちゃん、あそこ他の奥に何かいる。怪物。そこから先は記憶がない。目を覚ました時にはもうオルトはいなかった。まさか、たった10歳の子供が世界最高峰のセキュリティシステムをハッキングするだなんて。彼は天才すぎた。それがこんな悲劇を招くことになると。脱走したファントム殿はまとめて冥府送りになったぞ。そうするしかなかったとはいえ、本当に不幸な事故でしたね。僕のせいだ。僕が冒険に行こうなんて言ったから。弟一人守れなくて、どこが天才だ。何がヒーローだ。オルトを返せ、オルトを返せよ。オルトを形成する全部、体、人格、記憶、全部、全部。
だ。戻ってこないなら作ればいいんだ。大丈夫、全部覚えてる。僕なら完璧なオルトをもう一度作れる。一緒に冒険するって約束したんだ。兄ちゃんに任せとけ。ギデア様、部屋に引きこもってからもう2年以上経つ。オルト様を失って心を閉ざされてしまわれたのだとか。だが定期的に大量の魔導パーツを要求なされる。一体何をしているのだろう。ブンバだ、ブンブンブン。はあ、できたぞ、完成だ。僕はついに取り戻したぞ。イデア様、完成とは何が完成したのですか。何って、オルトだよ。はじめまして、僕はオルト。どう、オルトの記憶や思考パターンを完全再現したんだ。AI には自己学習アルゴリズムも組み込んである。世界初の自ら成長し続ける魔導ヒューマノイド、それがオルトだ。まさか弟君を作り出したというのですか。それはタブーです、イデア様。は？英雄が冥府から恋人を取り戻す話は美談になるのに、なんで弟はタブーになるんだよ。それは。ああ、やだやだ、これだから凡人は。主観に基づいた倫理観や単なる感情論で他人をジャッジするのをやめてくださらんか。魂なんていう存在の証明が不可能な非物質がなくたって、弟はここにいる。しかも生身の人間よりもずっと強くて頑丈だし、簡単に壊れたりしない。改良を加えていけば、いつか体一つで宇宙の果てにだってたどり着ける。そうだろう、オルト。遥か彼方の栄光を目指し、流星のように駆け抜けろ。そうだよ。クロノス軍もファントムも今のオルトならイチコロだ。今のオルトならヒーローにだって。前頭前野が活発化し、自律神経が乱れています。適度な休息をとることを推奨します。僕は、どこで間違えたのかな。あの日、冒険に行かなければ。いや、その前にヒーローに憧れなければ、そもそも、シュラード家に生まれなければ。もしも僕らが普通の家に生まれていたら、友達とゲームして、冒険して、将来の夢を語り合って、いつか、本当のヒーローになれたかもしれない。
してこうなっちゃったんだろう。僕たちはただみんなと同じになりたかっただけなのに。兄ちゃん。オルト。僕を追いかけてきてくれてありがとう。嬉しかった。でも兄ちゃんはまだこっちへ来ちゃダメだ。オルト、どうして。僕もお前と一緒に行くよ。約束したじゃないか。うん。でも、それは今じゃない。漫画の続きが読みたいとか、アイドルのライブに行きたいとか、新作のゲームをやりたいとか。全部を諦めるには、兄ちゃんはこの世界を愛しすぎてるよ。はあ？誰がこんなクソみたいな世界愛してるもんか。そんなくだらないこと全部なくなったっていい。くだらなくたっていいじゃない。もう何も諦めなくていいんだよ。兄ちゃんには未来がある。僕ね、兄ちゃんには僕たちがあの日見た夢を叶えてほしいんだ。僕たちの夢。きっと長い道のりになる。くじけそうになることもあると思う。でも兄ちゃんなら、兄さんならどこまでだっていけるよ。夢見た場所がどれほど遠くても絶対にたどり着ける。大丈夫、僕はずっと一緒にいるから。だから諦めないで。オルト、待って。オルトイデア。イデア。やっと目を覚ましたわね。さあ、早くケルベロスシステムを復旧させるのよ。僕は一体…いや、それよりオルトは…残念だけど、オルトは救えなかった。あたしには、冥府に落ちたあんたとグリムを引っ張り上げるのがやっとで。え、誰？失礼ね、あたしよ、ビルシェーンハイト。ポムフィオレ領長の証したる、このティアラが見えないの。なんでそんなしわくちゃに。しわくちゃですって、失礼ね。伝統と歴史を感じる姿だと言ってほしいわ。ビルさんはイデアさんたちを追いかけて冥府に飛び込んだんだ。それでこんな姿に。僕を追って冥府に。なんだってそんな無茶を。イデア、あんたには冥府の門を閉じ、ケルベロスシステムを復旧してもらわなくちゃならない。そのために、あんたを冥府から連れ戻したのよ。
ビルシー、完璧な CG みたいだった顔がシワクチャに、腰も曲がって髪もバサバサ。それがどうしたっていうの。たとえ汚泥にまみれ老いて痩せさらばえた姿になったとしても、今この時私は世界で最高に美しい。ビル、さあイデア、自分がしでかしたことの落とし前をつけてもらうわ。わかったよ、僕たちの負けだ。ゲームセットマッチ、ゲートトゥーアンダーワールド。冥府の門が閉じていく。あんたを追いかけて冥府に落ちていく途中、崩れていくオルトの巨体からあんたとグリムが分離されたの。だから二人を救い出すことができた。兄ちゃんはまだこっちへ来ちゃダメか。いつかまたね、オルト。これでようやく一段落か。やれやれだ。そうですね、これで冥府から溢れ出すブロッドは食い止めることができた。あとは イデア、次は急いでケルベロスシステムを。ああ